おはようございます。はい、こんにちは、村田です。お久しぶりです。お久しぶりです。乾杯です。今日サーフィンしたんですか？ね、するわけないよ。ドーンとね、こちらにどでかいクーラーって、もうリゾート感満載っすね。ガラスの透き通ったサウナ。これおはようございます。今日はね、安志村田の白いレンジローバーというか、嵐村田のね YouTube なんですけど、別々の行動するっていうことで、僕はね今日はこの GTR ぐるっとね見てみ、かっこいいので T スペック2024年モデル、これね話題のモデルでね、もうプレミアムな車なんですけど、これで群馬県のねバイク屋さん、今フュージョンを改造して250のね、あのおしゃれなバイクを作ってんですけど、昨日おとついの YouTube かな、ハイエストラックもできたんで、ああいう系統のちょっとカスタムバイクを作ってるので、それの色合わせに行くっていうことと、あと一人旅でこの GTR に乗って楽しみながらドライブして、まあいい温泉でもあったら一人温泉でも入りながら、まあ分かんないんですけど、本当に予定なしでやってますから、ひょっとしたら帰ってきちゃってこっちでどっか行く、まあとにかく一日、僕の一日をね密着、今スタートです。時間はね、まあ約9時今から出ます。7時ぐらいに起きてね、猫の世話と掃除かけてスタートです。あとちゃんとカメラマンっていうことで、カメラを1個持って行っていろんな写真も撮れたらなと思ってます。こんな感じでねスタートしてきますので、今日一日よろしくお願いします。まあ本当に普通のね、どんな感じで別々に仕事というかね、過ごす日をどんな感じ、嵐は嵐でね、今多分サウナ好きなのでどこに行ったか分かりませんけど楽しんどると思うので、そんな感じでこういう親子別々行動もいいんじゃないかと、そんな企画で今日一日やってきますので、よろしくお願いします。はい、こんにちは、村田嵐です。まあもちろん僕はサーフィンするんですけども、まあ1日2日ほとんど別行動でね、まあ、いつも一緒なんでね、たまにはね違う場所で息抜きということで、今回僕が息抜きをメインにねやってきた場所をちょっと紹介していきたいんですけども、はい、こちらですね、ちょっと今から紹介していきたいんですけど、僕がいつも練習している海からめちゃくちゃ近いんですよね、千葉の一宮海岸っていう場所なんですけども、そこから車で3分とか、この後ねちょっと中紹介、施設紹介してから海に向かうんで、どんだけ近いかね皆さんに見せていきたいんですけども、その前にちょっとね施設紹介も兼ねてしていきたいと思います。まず玄関がですねこんな感じになってまして、こんな感じで萌えルアーナっていうね名前の施設の名前で、駐車場がですね僕の車があって 1,2,3,4,5 台止めれる感じになってて、とんでもなく広いですね。じゃあ早速施設紹介行きます。かなりね広いんで、かなり長くなると思うんですけども、こんなとこがあるんやみたいな新発見できると思うんで、ちょっと早速やっていきたいと思います。まず入ったらここにねどでっかいいい感じのヤシの木があって、でここがね玄関なんですけども、こっち来たらもうやばいですよ。ドーンとねこちらにどでかいクーラーって、もうリゾート感満載っすね。はい、6人ぐらいかな、6人ぐらい泊まれるようになってて、まあ、1泊ね十何万とかなり高めなんですけども、まあ、今回はね撮影させていただいてっていうことで、はい、夢であったここに泊まらせていただいてます。でこちらに来るとバーベキュー、ちょっと夜ねここでバーベキューやりたいなと思ってるんですけども、ちょっと部屋の前にね僕が今回一番のメインとしてやってきたサウナをね皆さんに見てほしくて、このサウナが本当にやばいんですよね。これ見てください、このガラスの透き通ったサウナ、これちょっとね後で入るのが楽しみすぎるんやけど、これ見て、しかもこれ見て、これ2個あるんですよ、はい、でここでサウナで整ってから、なんとこっちに水風呂があるんですよ。
しかもこの水風呂、ここにモーターがあってずっと流れてる感じなんで、ずっと気持ちいい感じで、こっち来るとどでかいジャグジー、これね、映像で見れないどでかいですよ。でしかもこのジャグジー入りながら、このプロジェクターアラジンってやつでここに映すんですよね。でサーファーの方でもね、パッと洗えるように外にこういう風なシャワーがあります。いやちょっとね、興奮しすぎて外から紹介しちゃってる感じなんですけども、夜になるとね、また雰囲気変わってくると思うんですけど、ちょっとね、外ばっかでもあれなんで、中身紹介ルームツアーやっていきますか。こっからね、全然入れますし、はい、もう興奮しすぎて中の入場、風呂場から入場しちゃってますもん。はい、こんな感じでね。いやおしゃれっすね、この感じも。このライト家に欲しいっすね。でこんな感じでここに歯磨きするスペースやったり、これ完全にね、紹介する順番間違えちゃってると思うんですけど、あ、自動式トイレね。でライトも自動で、普通はリビングからっすよね。はい、こちらどでかいリビングがドーンとあって、でテレビ、これどうするんすか、ここ本当は10人ぐらいで泊まった方がねいいぐらいスペースあるんですよね。ここに広げのベッドで、あ、テレビもあるんや。でここで編集24時間できますね。本がほとんどね別々なんで、ツッコミ担当がねいないんですけども、はい。でこう来るとここに、はい、将来はこんなカウンターみたいなやつ欲しいなと思うぐらいのやつなんですけど、でここにもねもう一個ドアがあって、開くとここにもねベッドがあって、テレビもあるんですよ。でこれ閉めて、で本当はこっから玄関入りたかったんやけど、興奮しすぎちゃってて、お、玄関すぐ入った中にあるのが、またさっきと同じでね、テレビもあって2個ベッドあってロフトもあるというスタイルですね。もうね8月とかもう1日も飽きないぐらい厳しかったり、今回もですね、僕このタイミング本当に奇跡的に入れて予約させていただいたんですけども、本当奇跡でしたね。で12月の大晦日とかももう埋まってるらしくて、はい、こういうね細かいところが綺麗なエアビって自分めちゃめちゃ好きなんですよね。こうこっからこういうスタイルで、はい、料理は僕できませんけど、ちょっと今夜はバーベキューしたいなと思ってますね。まあそんな感じでね、ルームツアーはこんな感じです。いやこっからサーフィン行くのがね楽しみなんで、まあいつも入ってるポイントには行く感じなんですけども、まあ、詳しい情報はですね概要欄にのバーンと載せてくんで、気になる方おったらホームページサイト、いくらなんやろうなって思ってる方おると思うんですけど、サイト開いてみてください。まあ、予約でね満タンかもしれんすけど、空いとるとこ見つけてぜひ皆さんも来てみてください。というわけで、またねサウナとかプール入れる動画も回していきたいと思います。さあというわけでね、海の方着いたんですけども、今からサーフィンしていきたいと思います。まあ軽くどうかな、車で正直3分もかかってないですね。いや波がね思ったより下がりまして、今からサーフィンして、まあ、波小さいんで、今回持ってきたのはねカーボン持ってきたんで、カーボンサーフセッションして、で上がってからね食材とかゲットして、バーベキューとかサウナとかプールとかもちょっと明るいうちにやりたいんでね、ちょっと夕方のセッションをパパッとやりたいと思います。あ、どうもこんにちは、社長です。あ、ちょっとお名前教えてください。赤坂義一です。赤坂義一さんで、バイク屋さんというかペイントさんなんですけど、ここのなんて読むんですか、これはG クラシックカスタムペイントです。G クラシックカスタムペイントって言って、いろんなバイクやってるんですけど、ちょっとこっちから外から見せてもらいましょう。これがベース車両のなんていう車種なんですか。フュージョンですね。フュージョン。結構昔流行った。そうですよね。え、僕蕎麦屋さんやってる時はバイトの子とかみんな乗ってましたよ。いやこれ結構前のバイクでしょ。そうですね。一回出てでなくなってまた再販したんですよ。あ、なるほど。もう今は何、中古だとどうなんですか。結構でも人気でさ、取り合いじゃないですか。こうやってカスタムする人が多いから。
なんか純正の海藻のやつは高いんですよ、はい、でやっぱりフュージョン専門店もいるんで、はい、だからうちは海藻使わないからなるべくそういうのは他のバイク屋さんっていうか入札しないようにしてるんですけど。なるほどね。社会の海藻のやつはそういううちが、まあ、買ってるんですけど。あ、ちょっとここにちょうどあるじゃないですか、出来上がりが。これは何、もうあれでしょ、あの売れすぎちゃってっていう感じで。そうですね、今オーダー初号ですか、これは。これそうですね、最初の1号機ですね。これめっちゃかっこいい。見えるかな、これ。これこの間ね、あの YouTube でやらせてもらったんですけど、乗っても乗りやすいし、これはかっこいい。これ全体的にね、こういう感じで。あと他にもこれね、これめっちゃかっこいいんですけど、これは何級バイクですか。これ SR ですね。 SR も作れるんですか。そうです、まあ SR とか TR を、はい、まあ、結構メインでやってたんですよね、もともとは。はい、あ、売ってるじゃないですかこれ。ちょっと見せてください。うちも SR で。え、これはわざとこういうのさ。そうそうそう、もうこれはあの昔のままほったらかしじゃなくて、もうわざとこうやってヴィンテージ塗装みたいに。そうです、でも一回サビ取ってるんで。あ、なるほどね。サビは出てこないと思います。え、これが68万8000円で。え、これ懐かしいっていうか、なんてやつでしたっけ。これ GS400 です。 GS、 僕この頃ね、フォーク2とか FX、 このビートは僕つけてましたビートのサイドカバー、あと全部これドカティですね。そうですね。これは400でしょ。これ400。これは400です。あ、400のドカティ。はあ、これかっこいいですね。これめちゃめちゃかっこいいと思うけど。これもうフレームから。これ CB みたいじゃないですか、全部。ああ。もうフルレッサーみたいな感じ。そうです。でもワンフでタンクとか作ってるんで。ちょっといいですか。これエンジンがね、これもうほぼ新品みたいで。え、このこれは何ですか。これカブです。ここで作った。そうです。でこれ例えばですよ。自分のバイク持ち込んでこうやってやってっていうのもできるんですか。できるんですけど、今ちょっとオーダーが多いんで、はい、今オーダーストップしてるんですけど。それは何、これが売れすぎってことですか。そうですね、だこれだけは受注受けてるんですけど。あ、これは受注、あの注文したら一応まあ半年かかるのか1年かかるのか分からない、待ってくれるんだったら作れるってことですか。そうですね、だ納期はもう今はっきり言えないんで、はい、だから仮でオーダーいただいて、はい、で、まあ、順番が回ってきたら連絡するんで、その時いるかいらないかでいいですよっていう。はあ、なるほどね。まあだけどもすごいですね。僕が乗ってきた GTR じゃないけど、取り合いじゃないんだけど、抽選しなきゃいかんぐらい人気って。不景気なのかさ、景気いいのか分からん。分かんないですよね。ねえ、お金持ってる人多いですよね今。GTR だってあれさ、定価2000万で取り合いで、うんうん、今やメッセージに、あ、コメントにあったけど3000万超えらしいけど、それでも取り合い、はいはいはい、もうこれももうね、あの受注停止って、なんかポルシェもそうですけど今、はいはいはい、注文できないじゃないですか、うんうんうん、あ、ヘルメットはこれ何なんですか。これあの、これ僕ね、ネットで見たんだけど、この塗装はわざと。そうです。これ古いからこうじゃないの、うん、じゃないです。ヴィンテージっぽい塗装してるんですよ。これだってさ、あのネットで見たら結構被写地もするんですよね。そうですね、でも元のネットがやっぱ3万いくらするんで。なるほど、塗装でオーダーいただくよりはこれを買った方が安いです。あ、そういうことね、はい、まあだからおしゃれっていうかすごいよ。こういう技術はやっぱり得意なんですか、こういう古く見せるのは。まあでも最近は多いんですけど、うちね結構多いのは。それ新品ですか、もしかして。これはもう下兄さんの、あの SR の人のヘルメット。あ、なんかお笑いタレントさんですよね。そうです、お笑いタレントさんもねここ来とるみたいで。こういう塗装がですね、これは。おー、これは綺麗系だ。銀箔すごっ、かっこいい。しかもこれあれだ、シンプソンみたいなやつ。そうですね、シンプソンではないんですか。じゃないです、これもオーシャンビートルってところのヘルメットなんです。かっこいいな、これ。これめっちゃいい。こういう塗装が結構うちは多いですね。僕もちょっとこういうおしゃれなやつね、出来上がりと同時にね一個やってほしいなと思ってて、それももしできたらね、あの紹介したいなとか思ってて。こんにちは。こんにちは。今回なんとですね、キャンプ仲間の直樹くんです。こんにちは。こんにちは。
めちゃめちゃ見た目はサーファーっぽいんですけど、めちゃめちゃ最近始めましたね。はい、はい、まあ、キャンプの友達ということでね、今回出てもらってるんですけども、まあ板もね持ってないっていうことで、ちょっと僕のサーフボード乗ってもらってやるんですけども、はい、まあ、この後ねバーベキューとかサウナとかプールとかあるんで、その後のセッションも直樹くんとね今回撮っていきたいと思います。全然乗れると思うんで、まあ板はねちょっと小さいと思うんですけど、僕はこのカーボンでねやっていくということで、お願いします。お願いします。おーおーおおお、出てましたね。その板を渡した時に正直無理かなと思って立てたんですよ、はいはい、そしたら全然立ててたんですけど、でもなんか立った瞬間もううわーみたいなってました。さあというわけでね、練習セッションも終えて今からエアビの方に戻っていきたいんですけども、ちょっと行く時にねどんだけかかるか皆さんに伝えるの忘れたんで、このまま撮りながらノーカットでちょっとどんぐらいかかっているのかを皆さんにお伝えしたいなと思います。このねこの道みんな分かると思うんですけど、これを本当にまっすぐ行ってどっかで曲がるだけなんで、すぐですね。ちょっと行きながらね話聞きたいんですけど、サーフィン始めたきっかけとかどんな感じなんですか？サーフィン始めたきっかけは大学でこっちに来てそのタイミングで始めたって感じです。ハマってました？かなりハマった。ちょいちょいですね。で山梨住んでてあれとか近いじゃないですか、ウェーブプールとか。そうですね、もうたまに行ったり。そう、まあ一回行ったぐらいで。そうなんですね。はい、あ、ここですね。危ないっす、危ないっす。はい、ここ到着です。到着しました。結果2分40秒、2分40秒で着きました。近いですね。近かった。近いです。じゃあちょっとね食材ゲットしてバーベキューしていきましょう。やばいっすね。サーフィン後のプールタイムです。こんな感じで男2人結構ね怪しいですけどでこの後はですねこちらにある超バイバイサウナ、これね明るいうちにやりたかったんですけどね、最近日が暮れるの早いからまた明日の朝改めて撮りたいと思うんですけど、このプールやばくない？どうですか？やばいね。このロケーション完璧じゃないですか。大したこと多いね。いやこれは本当にね、あの家族とかで来るのもいいし、お友達でこうなんてやろう、値段割り勘とかすると別に全然いけると思うから、6人とかで来たらな。そうだ、うん、もう来たいっすもんね。来たいね。もう次の予約したいっすよ。いやもう来るしかないでしょ、うん、ちょっと僕たちね大好きなサウナ、2人ともサウナめっちゃ好きでね超好きなんですけど、ちょっとねそこのジャグジー入りながらあのプロジェクター見えるんですよ。この感じやばくない？やばいよね。このプロジェクターで村田嵐チャンネル見れます完璧やんけ。でこれねこんな感じ。どう
どうすか、やばいっす、痺れますか。お待たせしました、こちら今日の夜ご飯になります。これ見てください、これ、これもしかしてあれですよね、キャンパーのキャンパー魂出ましたね。そうですよ、これはやっぱキャンパーなんで、こんなぐらいしないと、このね、揃える感じも楽しいからね。でこっからわざわざ焼くのがキャンパーですよね、はい、はい、これマジでみんな友達できたりしたら楽しいと思うし、これかなり頑張りましたね。頑張りました、ね、相当ちょっと今からね、食べに行きたいと思うんで、このね、肉たちがみんなの行っていきます。早速これを今日一日待ってました。たまにはいいっすね、はい、ウインナーを絞ってきます。おはようございます。もうね、3セット目のサウナなんですけど、一日のスタートはサウナということで、もうね、やっちゃってますね。はい、こんな感じのロケーションで、最高のロケーションですね。温度はですね、こんな感じで100度超えてますね。100度超えるとこって結構ね、少ないらしくて、で自分もいろんなとこ行くんですけど、このタルビアっていうんですか、これをね、これを水かけてとんでもなく熱くするということで、めちゃくちゃいい感じになってますね。でこっからですね、水風呂に飛び込んでいくんですけども、その瞬間がですね、もうサウナ史上の一番いい瞬間なんで、最高です。もう3セット目なんですけども、もういつもの寝起きの顔がなくなっているぐらいむくみが取れました。完璧です。これで上がってチェックアウトの準備してって感じでね、一日めちゃくちゃ充実して最高でした。まあそんな感じでですね、水風呂からのお届けなんですけど、ぜひ皆さんもこちらのね、一宮から本当に3分とかの、はい、一棟貸しビラ、皆さん来てください。もうね、あのオンラインコミュニティの方に出したら、もうみんな飛びついて食いついてね、あのみんな気になってて、ネットとかでも調べたりしててね、かなりようやく始まってますんで、皆さんも急いでください、はい、サウナ好きには最高なものやと思いますし、プールもね、温水なんで冬も楽しめますし、ラグジーもあるし、ということで本日もありがとうございました。